チャンネル。去年まではどうだった、そんなにこのバットの角度っていうのがね、あんまり特徴はないなかったんですよね。今年に入ってちょっとこういうイメージないですか。いいリズムでは入りやすいんですよ。こういうリズムが体全体 の、 そのスイングのバランスにプラスに働いたのかなっていうのはね、こうと聞いてみたいなと思いますね。ちょっとこのヘッドがピッチャー寄りに入り始めたなと思ったんですね。ほうほうほう。それを意識してやったの。はい、意識しました。意識した、はい、こうなんていうかな、体から離してこういう感じだったよね。はい、あれ何を意識してそうなったの。どうぞ、あのぜひちょっとバットを手に取ってやっていただけるとすごく嬉しいです。はい、まあ、割れというか、どうしてもこう打ちに行く時に突っ込む癖がやっぱどうしてもあるので、どうしたら割れができるかなと思った時にしっかり引くことだと思ったんですけど、でも引いてもやっぱり一緒に出てきてしまうんで、もうこのバットの先でこう行かないようにという意識で、それでこうしっかり割る、このをまあなんていうんですかね、目標にしてしっかり割るっていうのをしましたね。それでちょっと入れて、ここから普通に打ったらもうダメなんですけど、ここからもうこういうイメージをすれば入っても大丈夫だなと思ったんで、大山の話もね、もしかしたらこれでうまいこと割れてるんじゃないのかなっていうのをね、前回、話して、そうなんだ。からそれでストレート待っててもうまいこと割れるから、どんな球にもついていけるようになってるっていうね、話を、はい、本人に聞いてみようかっていうね。そうなんですよね、うん、っていう話をさせていただいたんですよ。はい、もうその通りです。その通りで、はい、でもやっぱりそう、こういろいろご自身の中でこう変えていく部分っていうのはやっぱりあるんですね。そうですね、自粛、はい、明けの練習の時に時間があったので、まあ新井亮太コーチといろいろ話して、なんかいい方法ないかなと思って、まあそれこそ YouTube じゃないですけど、いろんな人の動画を見ていろいろ試しながらやってたんですけど、これが一番しっくりきましたね。例えばね、昔で言うと新井貴弘、新井亮太が言うの、はい、僕のお兄ちゃんの映像見せられたか、もしかして。いや、もう新井貴弘さんの参考にさせてもらってます。まあ、ここから、はい、まあ、ちょっとこういうよりはこのもう本当体の軸でか構えてで引くと同時にこういう割れですよね。はいはいはい、はい、こういうトップを作って、ここは普通に行ったらこっち入ってるんでこうなるんで、はい、これだけはやめたいんで、はい、ここからもうこういう、これも新井貴弘さんと話した時に、はい、こういうイメージを打ってるって言われたんですけど、こうは打たないんで、はい、こういうイメージがあればこっからこう出るんですよね。へえ、こういう、これがすごくいい感じだったので、はいはいはい、それがストレートとかにも負けずに打てた方、要因かなとは思いますね。 ありがとうございました。なんか、おカラトさん、カラトさん、カラトさん、すごい、こうやって出すの。いや、僕もこの感覚すごいなと思って。
ったんですけど、わかりますか、金本さん。それ新井貴弘が。はい、そうです。金本さんはちょっとこう感化される部分ありますか。ごめん。いやでもすごいこう感覚ですね、それって。え、どう。こう行くイメージがこう行くってこと。そうですね、体の近くをこう通ってくる、うん、俺も新井のお兄ちゃん教えてもらおうか。井戸原どうですか、お二人の話間近で聞いてて、はい、いやもうこんなところで聞けて、はい、嬉しいです。いやいやいや、そうだ、あのファンの人じゃないですから。同じプロ野球選手ですから、はい、でも井戸原さんもやっぱり他の選手がちょっと打ち方変わったなとかっていうの同じチームメートで分かるもんですか。いやもうすぐ分かりますね。あ、分かりますか。大山もこう入れてるなっていうのは分かったので、はいはい、まあ、右と左で違うんで僕は別になんで入れてんのとは聞かなかったですけど、はい、コロコロ変える人もいますか。そうです、やっぱ一番多いのはキャンプに変えてくる選手は多いですね。あ、はい、新井のお兄ちゃんはね本当週1回変えてましたよ。いや確かに。分かりやすかったですけどね、もうファンも分かるぐらい変えてましたね。結構ね野手ミーティングで前回対戦のビデオ見るわけでしょ、はい、みんな笑うんです、新井の順番になると。あ、また違うって。うわ、めっちゃオープンとか、はいはい、めっちゃかぶさってる今日はとかつって、もうあれが結構ね話題の、はい、あの何て言うんですか、野手ミーティングの面白いとこだったよ。 あいつマネが好きやからこうエロッとなってるんです、本当にこうやって。変えてないですよね。変えてないです、ね、こうシーズン通して緩やかに変わったっていう、はい、そうですね、はい、ホームラン争いが続いてくると何試合ホームランが出てませんとかってちょっとこう漏れ伝わる部分は大山さんやっぱあるんですか、はい、しんどかったですね、やめてくれと思ってね。え、金本さんちょっとこういうのは宿命でもありみたいなところもね。まあそうですね、だからまあホームラン出ない時ってやっぱね、なんていうんですかね、あの甘いボール来ないから打てない時もあるんですよ。あ、自分どっち、ハイボールヒッター、ローボールヒッター、ベルトヒッター、普通真ん中高めですね、高めハイボール、はいはい、だったらもう目付けをほんと高くする、あ、ね、僕らやっぱ肩ぐらいの目付けしてましたから、この辺の肩ぐらいの高さのストレートに目付けするとやっぱホームラン出やすいんですよ。本当に低めのギリギリのみんなが振るところが全然ビクともしなくなるの、うん、これが俺のすごい調子のいい時、目付けこの辺にしてるから。もほう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 、伊藤さんそういうなんか目付けという面ではまあないね。いやないんすか。ないっすね。ないんすか。はい、ないっすね。でも同じチームメートで大山さん本当によくホームラン打ってらっしゃったじゃないですか。あ、今日なんか調子そうでホームラン出るなみたいな感覚っていうのは伊藤さんあるんですか。はい、はあ、あ、なんか顔見たら分かりますね。顔見たら分かる、はい、どんな顔してるんですか。ニコニコして基本ニコニコしてるんですけど、はい、まあ、ちょっとあの調子悪くなったらちょっとなんか、はい、もう目が開いてないみたいな感じで、いやいやいや、はい、で肩がちょっとこうしぼんってなるんで、その時は姿勢よくしろよって言ってます。大山さんキャプテン見てますね。はい、もうやっぱ同期入団なんで、はいはい、そこら辺よく、はいはい、お世話になってます。でも金本さんやっぱあのチームメイトってよく見えてるんですね。まあそうですかね、はい、まあ、新井選手の話もそうですが、いやあれは見えてる、見てるんじゃなしに、はい、もう目に入ってくるんですよ。あ、そうか。